こんにちは、マシマ、ですー。マリサだぜ。今回は何すんだ？今回は、前回作った、パソコンのベンチマーク測定を行っていきます。ハチコアライゼンと、RX560 か。ですです。ゲーミング用途ではないですが、ゲーミング性能なんかも調べてみたいと思います。内容としては、まず、定番のシネベンチで基本性能の測定。そして、ゲーミング性能として、FF とファンタシースターオンライン2のベンチマーク。それから、気になる AMD フルイドモーションビデオの負荷を見てみたいと思います。なるほど、実用上の性能はわかるかもな。ですです。それではベンチマーク編スタートなのです。まずは、シネベンチからです。CPU から測定したいと思います。ハチコアライゼンの力を見せてくれ。終わりました。1262CB でした。エンコードがはかどる性能ですね、わら。それじゃあ次、OpenGL なのぜ。はい。汎用的なグラフィック性能を測定する OpenGL です。クアドロとかファイアープロの得意分野だな。マイクラなんかのクロスプラットフォームなゲームも OpenGL ですね。出ました。73fps か。マイクラは快適に動きそうだな。はい。マイクラは快適に楽しめそうな予感がします。わら。それじゃあ次、ゲーミング性能を見ていくのぜ。はい。FF ベンチの測定です。設定はフルハイビジョンの最高品質、フルスクリーンモードです。スクリーンレコードとリアルタイムエンコードを行いながらなので、少し低めな結果になるかもしれません。12000円グラボ、ラデオン RX560。頼むのぜ、わら。終わったな。測定完了です。結果はご覧の通り、4651でした。ちなみに平均 FPS は30となっていました。最高品質でも快適らしいな。はい。映像も綺麗でした。スクリーンレコードとリアルタイムエンコーしながらなので、この感じならゲーム実況もできそうですね。それじゃあ次、もう一つのゲーム、ファンタシースターオンライン2のベンチに入るのぜ。はい。ファンタシースターオンライン2のベンチマークの設定は、こんな感じで、簡易描画設定を6の最高レベルに設定、解像度はフルハイビジョンでウィンドウはフルスクリーンモードです。先ほどと同様にスクリーンレコードとリアルタイムエンコーを行いながらの測定です。それじゃ始まるのぜー。
測定完了です。数値的にはよくわからないな。はい。ただ、FPS は安定して 60fps 程度出ていたので、ファンタシースターオンラインくらいのゲームは楽勝なようでした。だな。あとは最後に、アニメを 60fps 化できる AMD フルイドモーションビデオの負荷を見てみます。アニメの中間フレームを描画して 60fps 化してくれるフルイドモーションの GPU 負荷を見てみます。てか、すでに GPU 使用率 70% 超えてるんだが、わら。はい。これは、スクリーンレコードのリアルタイムエンコードの負荷です。ただ、フルイドモーションはグラボの 3D 機能を使用するので問題ないです。本当だ、タスクマネージャー、グラボの 3D のところの使用率が上がったな。はい。こんな感じで、アニメを 60fps 化するフルイドモーションは、GPU の 3D グラフィック機能を 30% 使用することがわかりました。ゲームしながらは無理そうだな、わら。ですです。でも、ハードウェアエンコードしながらであれば使用分野が違うので並行できそうですね。とまあ、こんな感じで今回行ったベンチマークはこれで全てです。皆さん、いかがでしたでしょうか。8コアライゼンとラデオン RX560 の性能はこんな感じでした。まあ、軽めのゲームならバッチリで、重めの FF は9大点って感じだったな。ですです。私はハードウェアエンコードと、アニメを 60fps にしてくれる AMD フルイドモーションビデオが目当てなので満足のいく性能でした。でも、意外とゲームもバッチリできちゃう性能で良かったです。だな、今見えているミクミクダンスなんかの動画作成もゲーミング性能がないとかったるいしな、わら。おっしゃる通りです、わら。とまあ、今回はこんな感じでおしまいです。そうだな。それでは皆さん、最後までのご視聴、ありがとうございました。